情報部は第二次世界大戦期にアメリカ陸軍が有した部局である。戦略的情報及び戦術的情報の収集及び分析を目的とした。第二次世界大戦中のアメリカ陸軍には、MIS の他に、信号保安局、防具用隊といった諜報機関が設置されており、これら3組織の隊員は世界中で活動していた。太平洋戦線には、 日系二世の将兵で編成された語学要員部隊が派遣され、翻訳や情報収集、文書の分析、投稿の呼びかけ、捕虜の尋問といった任務に従事し、戦後の対日占領任務にも参加した。また、リッチーボーイズとして知られるドイツ・オーストリア系隊員による語学要員部隊も存在した。アメリカ陸軍情報部に先立つ情報機関としては、 1> 第1次世界大戦中に設置された軍事情報課があった。MIS をはじめとする3組織はいずれも MID 及び参謀第2部の指揮下にあった。MIS が設置されたのは1942年3月のことである。第二次世界大戦のほとんどの期間を通じてヘイズウェイクローナー准将が部長を務めた。MIS の任務は 戦略的情報及び戦術的情報を収集、分析し、これの周知に努めることであり、前線に派遣された MIS 隊員は、保虜尋問官や情報分析官といった職を務めた。バージニア州法とハント内には、MIS 管理官のドイツ人交換尋問施設があった。カリフォルニア州のトレーシー収容所も、類似の役割を持った施設で、日本人はこちらに送られた。 MIS によって収集された情報は、ロンドン及びワシントン DC にある軍事情報研究部のオフィスへ持ち込まれて分析を受けた。情報企業は、MIS が収集、分析した情報をもとに作成された冊子である。数軸軍の戦術や兵器に関する最新の情報を伝えるべく前線の将兵に配布されていた。 真珠湾攻撃の1ヶ月前にあたる1941年11月、サンフランシスコ・プレシディオのクリッシー、陸軍飛行場内にて第四軍情報学校が設置され、間もなく MIS 語学,学学校と改称された。ミスルズの校長は日系商工場会イソで、その他に日系人インストラクターであるアーサー・カネコ、シゲヤ、木原、アキラ・オシダ。 鉄を今川の4名と60名の生徒が所属した。1942年5月には最初のミスルズ卒業生がアリューシャン列島や南太平洋の戦地に派遣されている。同年5月25日、軍事地域からすべての日系人を排除する旨の命令によりミスルズはミネソタ州キャンプサベージへ移動し、1944年8月には 同州のフォートスネリングへの移転に伴いその規模が拡大された。ミスルズは終戦までに約6000人の卒業生を輩出し、そのうち85%が日系人だった。MIS に所属した日系商兵の多くは、規兵衛せいであった。ミスルズの授業では、日本語の読み書き、会話、翻訳、通訳、奏書の読み方や捕虜尋問、作戦用無礼や、 応用戦術を使っての軍隊用語、日本の地理、歴史、文化といった前線の日本兵から入手した手紙、日記、地図等の欧州文書の翻訳や、日本兵捕虜の尋問のために必要な基礎知識となる広範囲な科目を6ヶ月という短期間で集中して教え込まれた。日本語と英語のどちらかが不十分な生徒は、その訓練期間を9ヶ月から1年に延長された。 一週間の授業時間も、平日は9時間、土曜も4時間という、極めてハードなスケジュールが組まれていただけではなく、膨大な量の宿題も出され、消灯時間を過ぎても明かりを求めて、トイレで勉強する学生も少なくなかったという。オーストラリアのブリスベーン郊外にある連合国軍、翻訳通訳部に配属された MIS 隊員は、海軍持事件の際には、現地の抗日ゲリラが、 福留しげるから奪い取った新 Z 号を、作戦計画書の解読並びに翻訳に尽力した。他にも、対戦末期の沖縄戦では少なくとも、日系人通訳兵が170人、語学兵が152人派遣されていたことが判明している。沖縄戦では、防衛プランや軍隊の位置を示した文書、砲兵隊の位置を示した地図などの日本語文書を翻訳したことや、 沖縄方言で投稿を呼びかけたりしたことによって沖縄戦の短縮に貢献し MIS が派遣されていなければさらに犠牲者が増えていたと言われている。一方、軍政府内の住民用尋問室では日系人通訳による暴力的な尋問が行われることがあった。また沖縄戦と新中軍 MIS 隊員の中には米軍が今最も必要とする人間として認められた。 現実に満足して日本人を見下す者もいた。当時の日本政府機関や民間の団体が何らかの許可申請や陳情を行うのには、まずこの窓口にいる日系2世の担当官に媚びを売る必要があった。任務の性質から MIS の存在は戦中戦後を通して長らく極秘扱いとされ、元隊員らも日本側から裏切り者と非難されることを恐れて、 経歴を明かそうとしないものが多かった。MIS の存在がアメリカ国内で公に知られるようになったのは1972年にニクソン大統領が第二次世界大戦期の軍事情報の機密扱いを解除する大統領命令11652号を発令してからのことだった。1980年5月9日には ミスルズの後ろ身にあたるカリフォルニア州モントレーにあるアメリカ国防総省外国語学校の3つの建物に第二次世界大戦で戦死した MIS の日系人兵士の名前が完成られた。戦後55年経った2000年4月、部隊に対して授与されるものとしては最高級の栄典となる大統領主君部大将が MIS に送られた。二千十年十月、 アメリカ合衆国議会にて日系人部隊への議会名誉黄金勲章授与に関する法案が承認された。授与式典は2011年11月にも要された。ありがとうございます。